しますよ。え、でも小学校の時になんかなしちゃって、でめっちゃあの椅子をこうやって引く音でめっちゃごまかしました集会で体操座りしてなんかうどうどしてる時に嘘しちゃってで、あの後ろの子のせいにしちゃった寝てる前なのに寝てるか寝ててなんか人混みなら OK、 スカシップなら OK どれだけ家族になってもやっぱり好きな人の前ではそういうのはしない、そういうところは見せない、そういうのを見せ合うのがいいって言ってもいいな私は見ないまだ8日見せるよね、1回見せるチャンネル登録お願いします